どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。どうもプロボーラーの大久保です。いつもありがとうございます。はい、ということで今日は大久保プロとリアリティ X12 ね、900ローバルのボールを使って、ラウンド1の予選ラウンドのパターンです、はい、ただですね、もうスポルトの横須賀の6番レーンは若干早いんですよね、板の傾向というか溜まり場が、はい、あるので、まあ、そのパターンというかそのレーンプラス、ね、パターンで投げて10球投げます、はい、10球投げて1投目のカウントが多い方が勝ち、はいはい、いいですか。練習はそんなにしてません。お互い練習してないです、はい、5番レーンでしました、はい、まあ、肩温まってますからね、はいはい、罰ゲームします。しない。しない。まあまあとりあえずね、まあ、1回目後で考えます、はい、じゃあやっていきましょう、はい、最初はグッジャンケンポイ。じゃあ先投げます。わかりました。はい、はい、ということで今からいきます。10球、はい、まあね、板がね早いっつっても、うん、皆さん打ってるパターンですからね。いやまあそうですね、はい、いきますよ。はい、シャコイ9本。完璧に転がしたら9本。ナイスボール。さすがね、リアリティですよ。さすが6番目、キレがいい。はい、さくら P の1投目、はい、投げれないですからね。はい、頑張ります。おー、すごい出たんだけど。はい、まあそうなりますよね。だって今もう、まあね、パターンがパターンだから落ちないですけど、外にオイルあるパターンだったらあれ落ちてますからね。はい、だからないから落ちないじゃんって思ってるでしょ。いや思ってないです。さあ、勝手に心の声に捏造するのやめてもらっていいですか。最近読めてるからね。よし、いきますよ、2球目。はい、しゃあ、ちょっとバランス崩れましたけどラインには乗せました。ドヤ顔。ドヤ顔してないし。失礼だな。あ、痛い、危ねえ。大丈夫、椅子から落ちるところでした。はい、今もう7本になってるから頑張ってくださいね。はい、下打ち、下いや、下打ちじゃない、下打ちじゃない、下打ちじゃない、わかりました、すみません。手前から出ないように。はい、お、オッケー。危ねー。完璧。今の多分狙い通りですね。そうです。はい。もうでも本当にこのパターンでずっと投げ込んで、ね、28日の上げ尾でね、決めないといけないですからね。はい。よし、いきます。出た？いや、いいのか。OK！ ちょっと出ました。俺、最初の2ピンめっちゃでかいな。いや、でかいよ。このパターンでカウントダウンは相当痛いです。いや、そうです。悪くて9本。はいはい、大丈夫、まだまだ先長いですから。いやいや、そうですけど、ここでずっと10でいけば。はい、さすが。完璧。いや、ちょっと外だったよね。出てました。はい、はい、幅はありますからね。さあ、4球目。
で7本ぐらい出ないかな。いやーもうダメやん、ストライク。ダメやん、もうなんでそんなこと言うの。2ピン差のまま行ってますからまだ分かんない。はい、俺がこれからずっとタップするかもしれないし。いやタップじゃダメなんですよ。タップじゃダメか。1回ぐらい7本付き合ってもらって。いや2回だってタップしてさ、その間ストライクだったらもう2ピン追いつくんだ。いやそうですね、そうですね。いやこれ高校めっちゃやだな。うまい、よかった、さすがですね。マジよかった。やっぱねリアリティめっちゃいいですね。うん、うん、これちょっといいです。ソリッドなのにこうゴリゴリのソリッドじゃないからね。あ、そうですね、ちゃんと奥まで行ってくれますからね。うん、使いやすい。あ、ちょっと内側、いややばい7。しかも8本です。倒れた、倒れました。8だ、やっちまったよ。ちょっと内側やっぱねスーッといっちゃうんですよ。いやこれで半分、これでだからストライク取ったらもう同点ですよ。確かに、そうでしょ。確かに確かに、ちょっと元気出てきた今。元気出てきた、まあ、ゴフレード追いつかれた。まだ投げてないんですか。いやまあね、まあね、まだ投げてなかったね。内側速いから気をつけて。めっちゃ煽られてる。うまいな。あ、惜しい。いや今ちょビビった。も、ね、持ちましたよね今。落ちた、ちょっと持ったんですよ、ね、俺が内側速いって言ったからね、はい、内に行かないように投げてましたね。めっちゃビビって投げたよ。よし一品差。でもね、このパターンでターキー止まりじゃダメなんですよ。いや、そう、そうなんですよ。そう、男子は特に。はい、いきます。はい、あ、やばい、お7だ。あ、 7? ちょ、元気出てきた今。元気出た。内側ダメだダメだって言ってんのに内に行きました。やっちゃうんですよね。2ピン負けてる。やべえ、もっとゆっくり投げないと。今6球終わったのか。さくらちゃん頑張って。はい頑張ります。うまい。いや、いいんじゃない。よし、はい、完璧。あそこだよね、やっぱ。よかった。やばいな、ボールは間違いないですよ。アヤファ優勝ボールですからね。あ、そうだ、そうですよ、これアパカップ。はい、オッケー。もう内に投げない。内には投げてない。やばい、パックンツーに感じてる。一人パックンツー。確かに内には投げてない。内には投げないけど外投げすぎて裏ですよ。ドツボにハマってる。6番レーンの洗礼受けてる今。そうですね、やばいな。あと3球しかない。いやこれ油断したくない。ここで、ね、10本倒したらでかいよ。いや、はい、でかい。おお、頼む頼む。 8?8 です。いいんじゃない。いや、ちょっと5での1本差。いや、調子乗った今。きた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 。いやー、あと3球あんでしょ。あります。ちょっと今迷子になってストライクポケットわからないんだけど、迷子のままで。
結局だから出せばいいんだ。分かった、ちょい出し。出たんじゃない？ちょい出しじゃない、全然手前から出てる。9本迷える子羊になってる。子羊は違うんじゃないか。あ、すいません。これでまたストライク来たら2本。やばいよ、あと2球しかない。めっちゃお腹鳴った今。言わなきゃ分かんないよ。お腹空いてるんですか。はい。いや、よし、頑張ろう。気合、気合だ、気合。いやー、頼む、マジで。あー、やばい、ストライク。ね、あそこなんですよ、あそこ。大丈夫。やった。2本差。2本差なんで、2球あればひっくり返るでしょ。迷子だけど。迷子だけど。だいぶ迷子なんだけど。いや、にぴん、にぴんか。いきます。はい。いや、よさげ。倒せ。よし。やばい。きた。やばい。いや、やばい。気持ち入った、気持ち。大丈夫、やばくないよ、だって2本勝ってるんだから。いや、でも言うて2本ですよ。そうだね、何があるかわからないからね、ボーリングは。そう、そうなんです。もう6番だし。お願いします。出た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 。いいよ。83対82ということで僕が1本負けてます。だからここ必ずストライクじゃないとほぼほぼチャンスない。やばい。いや、いや、一品さっきちょっとでもおまけのメッセンジャーだったからな。いや、ここに来てあの7本が絶対に効いてるんですよ。あれ9本だって俺だってあるから。いや、まあそうですけど。よし、行きますよ。さっきのメッセンジャーをアジャスト。いや、どうなの？嘘でしょ。あんなに刺さる？今出ましたよね、でも。出してみた？いやいや、出してるんだけど、あんなに刺さると思わなかった。7本？予想以上に。7本。はい、7です。89。さくらちゃんがだからもう6じゃなければ勝ちですよ。7以上で勝ち。はい。いや、いやー、頑張ろう。簡単でしょ、だって6なんか出るわけないでしょ。わかんないじゃないですか、わかんない。やばい、俺こんなんじゃ選抜通らないよ。よし、大丈夫ですか。でもビッグフォーとかあるからね、気をつけて。めっちゃ嬉しそうな顔で。気をつけてねって顔してないでしょ。いや、ストライクで決めちゃってください。はい、頑張ります。あ、出た出た。惜しい惜しい。え、そんなに悪くなかったよ、今。はい、はい、ということですね。イエーイ。結果的にちょっと待って、ストライク俺出したのさ、ストライク出したの俺4回しかないよ、10球投げて。1、2、3、4、5個。はい、92点。はい、3本差で負けました。イエーイ。まあ、罰ゲームね、最初に決めてなかったんで特にないですよね。はい。で、まあ、でちょっとね、メンタルやられたんで、あ、これじゃやっぱまずいじゃないですか。はい、そうですね、男子なんか特に、はい、男子なんか特にそうです。はい、まあ、とりあえずハードルがまだね、時間あるんでしっかりあの集中して、はい、はい、まあ、本番は多分これ投げません。めっちゃテンション高そう。え、いいの、それいいんですか、そういうこと言って。いやいや、全然ない。だって作戦ならそれは、まあまあまあ、今日はたまたまね、同じボールで投げようかなと思って、はい、試してるわけですから今。はい、はい、
きますよ。はい、はい、ということで、たまにはねこういう戦いも良かったんじゃないでしょうか。今年めっちゃ久しぶりですよね。だって一緒に投げるの本当久しぶりだよね。はい、はい、ダーツはやったけどね。ダーツはやった。ボーリングはね久しぶり。隣で練習してることはありますけど。そうね、そうね、そうですね。結構嫌われてたんで。違います。タイミングがね合わなかったんで。はい、はい、はい、ということで、はい、私の負けでした。はい、リアリティスカイ認定です。ありがとうございます。はい。グダグダだなこれ。はい、はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、28日、まあ、2人とも頑張って通過するので、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。